定的なその、まあ、さっき今年180円から100円になったという話で、安定的なその生産あの販売価格を確保できているというふうにつながっているとか、そのいい効果になっているというところから、すごいごぼうのいろんな商品から進むのは、今回皆さんの取り組まれたことで広がっているし、注目も集めたし、でごぼうの付加価値もそれでいろんな可能性も広がったし、高まってきているので、本当に何とか続けてほしいというのと、商品化したものっていうのは、今後は、地域のお店さんでやってみたいっていう方がいたら、ごぼうガルジさんのまた新しいパッケージ、それはすごく写真に見せていいと思っても、継続して販売っていう方向で、やっていくと、その後半の皆さんも、なんかこう、いい刺激になって、まあ、そちらをして、からでも、もし、皆さんが、やりたい、やってもいいけど、ぜひかけて、なんか、地元の企業を確認して、商品をうまくいってほしいなと思っています。いろいろ聞いた中で皆さんの取り組みと着眼点が非常に素晴らしいなというのはまず第一の感想で、皆さんのおっしゃる通り、やっぱり継続性があって、あとは販売もせっかく したとこで終わるっていうよりは、このいい商品をできたのをいかに広めていくか、あとはやっぱり広める範囲はやっぱり川田、まあ、東京に行ったっていうのもよかったんですけども、川田をもう少し出て県内をアピールするっていうか、まあ、そういうのをせっかくいいものをねアピールできればもっとやった甲斐があるのかなと思っているのと、まあ、自分のところの会社の仕事の話にも少しなりますけども、やっぱり生産は要は日本一で素晴らしいことなんですけども、生産して出したから終わりっていうパターンがやっぱり青森県の仲間のものが大半あって、さっきのスライドにもあったんですけども、加工する無理して加工する必要もないんですけども、その裾の上もいっぱい出た中をいかに商品にして生産性を上げて付加価値をつけて売っていくか、まあ、無理して独自産業化をするわけではなく、生鮮をうまく商品、そして売った他をうまく商品化してやれればもっと素晴らしい取り組みになるんじゃないのかなと思って、うちも、まあ、その中でいろいろ商品も出しているんですけども、スーパーに出た端材を漬物に代用したりとか、それを今度ごぼう茶にしたりとか、まずもゴミを出すのはもったいない、出た分3割ぐらいが絶対ゴミとしてなくなる、出るんで、それをお金に変えて生産性を上げるとかいう取り組みをして、まあ、乾燥ごぼうとか手軽に今やってるやつが関東の方にいろいろ広がって、水道あたりにも飾ってもらってるので、もう手軽な感じとかといろいろ出張もあったり行く中で、ごぼうチップスっていうのも結構台湾の方で売ってたり、宮崎の方でね、そういう野菜 のチップスみたいな、そういうふうなものも、ね、手軽にやれるものいっぱい県外とかあるんで、ね、もう少し日本の端材を使っていかんでるだけ、このごぼうを捨てずに、もう少し生産性を上げてやれればいいのかなと思っていました。今でも言われた独自産業化とか商品開発とか、その息子さんたち広告案にして、まあ、いろいろ努力とか、まあ、それから将来起業をしていくというか、農業を起業していく団体が、生徒さんも周りの人も、やっぱり見る人は見てきてるんですけど、もう少し学校としてのアピールをすることで、地域がそういう事業をもう少し取り組んでくれるっていう。その地域の産業化って、もう産業化っていうか、それを進めるための一部を賛同でしてほしいな。まあ、できれば部活みたいな感じで、長期ランニングしていくといって、改めず工作も見てくるんじゃないかなというふうに見てきています。それが地域における独自産業化、農産物産業化っていうか、いつなら聞く、まあ、売ればいいっていう話より、作ればいいっていう話。そっちが主体になった方がベストじゃないかなと思います。はい、発表を非常に感動いたしました。まあ、実は私も約20年前の
毎度素晴らしい感じで非常に、これと何やってるんだって思い出しながらこう拝見されて非常に感動しました。ですね、いわゆる先ほど皆さんの方からも出ておりましたけれども、やっぱりこのボーカルズの活動っていうのはやっぱり今後もですね、継続して、まあ、やっていただきたいと、これが地域の活性化というところに、まあ、徐々に徐々にですね、響いて、またいい効果っていうのが出てくるだろうというふうに考えております。また、まあ、道の駅ドアが今後にもですね、先ほどのスライドの中にも、ありましたけれども、まあ、販売業者だったりというふうにいただきました。まず、この販売というところも、まあ、例えば今はこの電気、今後、物産品というところでの販売もそうですけれども、まあ、例えばそれをギフト用品、こういう形に、まあ、一つの産業のブランドを持った東方ガールズブランドとしての販売の仕方も、まあ、一つあるというふうに思います。あと、ちょっと参考までに使っていただきたいのは、まあ、今後の、その商品化ですね、何かこう、形ではなくても、こういうのがしたいんじゃないかな、こういう商品が作っていますみたいな、という構想とかっていうのはどうなんでしょうか。ちなみに、どういったんでしょうか。今、商品化に向けて考えています。次に、私もこう、ドライブしたいな感じで。